もしよかったら、私と一緒にどこか遊びに行きませんか？よかった。私、明日楽しみにしています。それじゃあ、おやすみなさい。おはようございます。さあ、行きましょうか。どれにしようかな。どれが好みですか？私も気に入りました。これにしますね。行きましょう。美しい町だったんですね。最初の印象だと恐ろしい暗黒の町だったのに、この町を解放して町の人たちの顔にも笑顔が戻って、危険を冒した冒険もこうやって報われた人たちがいるってだけで戦った甲斐がありますね。本当ですね。こうやって平和な時がいつまでも続けばいいのに。本当、美しい街に平和が戻ってよかったですね。風が気持ちいいですね。私、この冒険が終わったら、もう一度女優への道を目指してみようって思うんです。今までの旅で私、自分の心の弱い部分を随分見つめることができました。夢見がちで自分に自信がないところ、きっとそのほとんどは変わらずに今もそうなんです。でも今は
前とは違う新しい自分がいるんです。それは本当に人を好きになれた自分、自分のこと、狭い自分の周りだけのことしか知らなかった私が、あなたと出会って、そのあなたから随分と励ましてもらいました。今なら自分の夢へ進む勇気を忘れないと思います。大切な人の言ってくれた言葉は何より大事ですから。聞いていいですか？私のことどう思っていますか？私はあなたのことが好きです。教えてください。あなたの気持ちを。はい。ありがとうございます。今日は楽しかったです。私、もうはっきりさせたいんです。私、あなたにとって迷惑ですか？私はこうやってそばにいられるだけで幸せです。でも、こんなの自分だけの、私だけの思い込みじゃないかって。私はあなたに必要とされる人間になりたかった。もういいんです。今なら忘れることができるかもしれないから。今日の言葉を聞いて、今だったら思い出にできるって。ごめんなさい。さようなら。あなたのそばにいたい。ずっと。ごめん、覗くつもりはなかったんだ。本当だよ。
ましょう。次は王都オルカディアですね。少しの間離れていただけなのに、すごく懐かしい感じがしますね。みんなどうしてるだろうね。やっぱり自分の育った場所っていいですよね。景色が見られるなんてすごいですね。すごいや、こんな風に空が飛べるなんて。こんな風に空が飛べるなんて思っていませんでした。オルカディアに着きましたよ。